国スペインと人は言う、ほとばしる生命の輝きだが、それは深い哀愁の影を帯びている。光と影、この国の人と風土には常にこの2つの表情がある。多くの侵略者たちがこの国を襲った。キリスト教とイスラム教が激しくこの土地で交錯し、さまざまな民族が複雑に混じり合って独自の文化を作ってきた。ここはヨーロッパでありながらヨーロッパでない。スペインをスペインたらしめたもの、それは父なるピレネーである。地中海に端を発するピレネー山脈はヨーロッパ大陸を横切って北の海、大西洋ビスケー湾に至る。全長430キロ、3000メートル級の山々が連なる険しいこの山並みは、自然の大きな壁となってフランスとスペインを分断した。ピレネーの向こうはアフリカだ。かつてナポレオンが言ったとされるこの有名な言葉は、19世紀においてさえスペインがヨーロッパの秘境であったことを物語る。だがこの険しい山並みの中にも生きる者たちはいた。ヨーロッパ最古の民族といわれるバスク人、彼らはスペイン語とも他のヨーロッパとも違う独自の言語を持ち、フランススペイン両国にまたがる広大な地域でピレネーと共に生きてきた。ピレネー山脈、サンマルチン峠。ここはフランスなのかな、スペインなのかな、まあどっちでもいいか。一里塚を思わせるこの小さな石がフランスとスペインの国境だった。私たちはこの山懐に抱かれて生きるバスク人たちの村を目指す。昔から変わらぬ自然がここには残っている。バスク人たちはこの自然と共に生きる。バスクとはラテン語で山の人々の意味である。木の声、風の音を聞いて生きる知恵を学んできた。太古のヨーロッパに初めて登場した人類はクロマニオン人だった。彼らが残したアルタミラやサンチマミーネの洞窟壁画は原始の息吹を今に伝えている。そしてこのクロマニオン人の末裔がバスク人だと言われている。自然と共に生きるその暮らしは1万年の時を経てあまり変わることはない。それは先祖たちが残した巨石文化、ドルメンさながらにどっしりと土に根付いた生き方なのである。目指すバスク人たちの村が見えてきた。私たちはこの村に一年を過ごし、人と自然の原風景を見続ける。人口170人、谷合いの小さな村ウスタロス。一瞬の秋、山の労働は祈りにも似て寡黙で力強く厳かだった。人々はピレネーの自然を受け入れ、
ひたすらにその恵みに感謝する。厳しく見える自然。しかし、ここには全てがあると人々は胸を張る。人はどこから来て、どこへ行こうとしているのか。私たちはこの小さな村の日々のドラマをめくるめく季節の中で体験する。羊と自分の犬以外はちっとも信用しないっていう、あの顔もなかなかいい。羊飼いのおじさんとおぼろ月夜も半月も2000年前ここに立ってても、いや3000年前立っててもちっとも不思議じゃない。と原風景みたいなものがあるとすれば、こういう景色なのかもしれません。ピレネー山脈ロンカルダニ、目指すウスタロス村はこの谷の突き当たりにある。去年の秋、私たちは初めてこの土地に足を踏み入れた。むき出しの岩肌、切り立った崖、険しいと見えたピレネーもその懐に入ると一転して優しい表情に変わる。ああ、紅葉が綺麗だ。ロンカルダニには7つの村が点在し、2000人ほどの人々が暮らしている。フランスからわずか20キロ、海抜800メートルのウスタロスは最も国境に近い村である。私たちはここに一軒の家を借り、1年の暮らしを始める。了解です。道も家も石造り。村人が日本人を見るのはもちろん初めてである。風がいいね。Mira, Feli, ahora voy a presentar de actor de nosotros. Encantada. Feli y Ken, un canto. Tanto gusto. Hola. Por acá, 1 año. Y durante de un año. Que va a estar por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, vale, pues muy bien.
Muy bien. Ay, con flores, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Feli, te da la llave a... Sí, a ver, doy, pues. それが部屋の鍵になります。あ、やめるな、ポイント。借りた家は大家さんのお向かい。山の村は冬になると底冷えがきつい。そのため1階は物置、住まいは2階という構造になっている。家賃は3万5千円。台所だ。こういうものがあるとこへ初めて住むな。綺麗な。子供の頃外国っていうとこんなようなとこ想像したことあるよな。せかせかのしようがないね。うん、いいね。村で一軒のパン屋さん。彼女はたった一人で村中の人のパンを焼く。レドンドパン、レドンドパン、うん。Ah, redondo pan. Redondo no. No. No hay. Claro que tiene que ser. Oh. Yeah. Same. Oh. Uy, uy. Ay. 120. Sí, 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 sí.買い物帰り、早速声をかけられた。ケン・オガタ。ジョ・ルイス。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 Se venden sardinas y toda clase de pescados variados en la plaza y en el puente. Luis さんは庶務係というよりも何でもやる。街灯の修理、ゴミの処理、頼まれれば個人の家の手伝いもする。Bien, bien, ya está.
魚屋は週に一度だけ北の港町からやってくる。山の村の暮らしにはやはりそれなりの不便がつきまとう。果物屋も麓の町から週1回キロ単位、箱単位で売り買いされる。ちなみにリンゴ1キロおよそ150円。大量に仕入れたこのおじさん、今日買いに来れなかった人のためにいつもこうしてまとめ買いしているのである。村の郵便配達フェリスさん。彼は去年までこの村の村長だった。教会の鐘も6歳からついている。人々はそれぞれに自分のできることで村の役に立っている。フェリーとビクトリアは揃って編み物の名人。頼まれてセーターなどを作る。これからが注文の多い季節である。家族は他にもう一人、羊飼いの兄フロレンシオとの3人暮らしである。両親はすでになく、5人兄弟の残りの2人は山を降りて町に出た。今いくつ？¿Cuántos años tengo? 56。おお、若いね。やっぱりここがいいと思います。Sí, hombre. La tierra donde nace, dice que el caracol donde nace pase. O con ovejas, o vacas, o yeguas, o la madera. Con eso.De eso se vive, otra cosa nada. Por eso hay tan poca gente. La gente se va a las ciudades a trabajar. Asado.こううっすら明るくなってくるとこう綺麗だね。雲がたなびいて。午前6時、気温2度。水蒸気は音を立てて登っていく。ウスタロス村の一日が始まった。フロレンシオも仕事に出かける。自宅から1時間半歩いて山に向かう。親代々の羊飼い、フロレンシオは1000頭の羊を飼っている。羊たちは囲いの中で夜を過ごす。狐や狼が多いため、夜の放し飼いは危険なのである。一日の仕事は羊たちを放つことから始まる。鍛え抜かれた牧羊犬は羊たちの動きを見逃さない。犬は大事な仕事の相棒である。一人だけではとてもこれだけの羊は見張れない。
小屋の中には大事な子羊が親たちと共に入れられている。その同じ小屋で食事をとり、誰とも口を聞かずに一日を過ごす。フロレンシオは14歳の時からそんな生活をもう42年も続けている。山の向こう側はすぐフランス。羊を追ってフランス側に行くこともしばしばである。ウスタロス村に入って1週間が経った。最初の来客は大家さんの飼い犬ウスタだった。巻物拾ってきたし。ウスタ、ウスタ。生後3ヶ月、まもなく牧羊犬の訓練を始める時期だが、可愛がられすぎた子犬は使い物にならない。全ては仕事の手助けのための家畜なのだ。どうだ、いけるだ。秋は急速に深まっていく。私たちのウスタロスでの一年、それはまだ始まったばかりである。ウスタロス村、秋の楽しみは村人こぞっての鹿狩りである。男たちは仕事を休んで朝早くから山に集まる。狩りは犬を使って追い込む班と迎え撃つ待機班で編成される。それぞれが打ち合わせ通りに配置につく。あとは獲物が現れるのを待つだけである。村人は自然の恵みはみんなのものと考える。狩りで獲れる獲物も同じだ。ゲット。今。少年は14歳から狩りに出る。すでに立派なチームの一員である。大人たちと遊び働き、そうして村の少年たちは大人になっていく。人々は自然の恵みを受ける。決して奪わない。鹿は一シーズンに8頭だけ。自然と共に生きる者たちの掟である。獲物が取れた。コルソという鹿で小ぶりだが味はいいらしい。
tienes unos aireras allá, aquellos árboles. Me ha pegado un susto y casi me busca con la bala. Me he vuelto, el cabrón se ha quedado detrás de un pino. Y no lo veía, no lo veía más que el ojetico blanco. Y decía, ¿cómo lo metía el ojete? O sea, ya esperando a que saliera, esperando a que saliera. Y al final, ras, en cuanto ha arrancado, ¡pum! Mira, ya está, ya tenemos vuelta al aire. ¿Como el tartamudo o qué? Hombre, claro. El tiro antes del resaque. El tiro antes del resaque. Totta emono wa, kono shounen ni mo touzen onaji you ni wakeraru. En la boca. Me ha pegado un susto, yo estaba agachado. No. 村に帰ると子供たちが待っていた。彼らは自然と共に生きることの一面を幼い頃から学ぶ。山の民バスク人にとって最も大事な仕事の一つは林業である。この山から切り出されるのは主にスペイン松、世界的に知られるバレンシア家具などの材料になる。ウスタロスには伐採職人が多い。しかし彼らのほとんどが農業、牧畜などとの兼業。木こりだけで暮らすのはこのフリオ一人である。13歳で父親と共に働き出し、現在38歳独身。4人の弟妹たちを大学に行かせるために働き続けてきた。秋は収穫の時、山の畑ではジャガイモの取り入れが始まっている。農作業は2つの家族が共同で行う二家族制度。それは一方の家族が畑を持ち、もう一方が牧畜をしているとすれば、お互いの作業を手伝い合って収入も折半する。牧畜がうまくいかない年、農業が不作の年、互いに助かる優れた制度である。今年の収穫は 7.5 トン。それぞれの家族がおよそ60万円の収入を得ることになる。ちなみに年収は平均200万円ほどである。食事も一つの家族のように和気あいあい。えれえ辛そうだな。こんな景色のいいとこで働けるのは羨ましいね。風がロンカルダニを吹き抜ける。ピレネーの険しい自然は谷ごとに一つの文化をもたらした。谷はそれぞれに議会を持ち、人々は自治意識が強い。ウスタロスの村議会でも普通のおじさんおばさんが活躍する。今日の議題は水道料金。谷合いのウスタロスでは上の地区と下の地区では水の出が違う。同じ料金を取るのはおかしいという議論である。
Esto era las esto es el pedazo que cogían del huerto. Pero no, pero ¿y qué pasa? Aunque dejas el depósito lleno, el ingeniero de Pamplona dejó muy claro que aunque ustedes lleno, no puede llegar el agua al barrio bajón. Usted por el nivel del depósito con las casas. Claro. Que lo que hay que poner es un aparato que da fuerza al agua. A mí no me interesa. Pero muchas además vas a tener. Ya te lo digo yo. Tú leíste hace 15 días el periódico. ¿Cuántos días vas a tener? Leíste el periódico, el artículo de Isaba, los problemas que había tenido en el verano a base de contar. Más que el día que vino aquí el ingeniero. Tú siempre dices. Entrar aire y ejibar toda la tuya. Pero tú siempre dices sí. Y luego no. Bien, bien. Oye, pues mira, encárgate tú. Tú lo sucesivo. Te vas a encargar.結果は直ちに村人たちに知らされる。その役目は庶務係のルイスである。Pues hay que contarlos por uno, por uno a uno. Habrá que contar por un grifo.秋の一日。裏山にキノコ取りに出かけた。村人の重要な収入源である。この山は誰の山、この山は誰の山っていう山はないんだよね。esto y eso de ahí todo 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 tiene dueño pero para Longo no importa y esos no son buenos, malos estos este es bueno. Pues este gusano está bien. Están malos con gusanos. Estos están. Pues, algún pedacito se puede aprovechar. Y aquí otro. Uf, no sé, para coger. Si hubiera habido, si no. Yo llevo cestas mayores que esta. Pero como no hay. Malo. マロって一括されるね。フェリー。え？あれ？の？タンポコ。トジトジマロス、トドス。これはあの毒なのかい？Estos no se llevan venenos, pero no son comestibles, no son de comer. Ah, so. Y estos. Tampoco.じゃあほとんどダメじゃないよ。Otros años hay había setas muchas. Sí, sí. Uy, uy. Ken. ¿Te has perdido o qué? ¿Dónde estás? Se han escondido. Los hongos han asustado a los japoneses y no salen. Feli, ya, 今年はすごく収入が減るね。じゃあうちの家賃を上げてもいいよ。村の広場の一角に一軒の酒場がある。村で唯一の憩いの場である。ジャガイモ畑で働いていたペドロ・ホセの顔が見える。ビールのラッパ飲みは木こりのふり。ルイスは話に夢中でこちらも見ない。プロ練習もやってきた。男たちは歌いのみ。
今日の一日の疲れを癒す。もしここが僕のふるさとだったら、とてもいいな、いいなっていうようなところがあるね、ここには。あ、claro. Yo he nacido aquí, tengo 62 años y no he salido de aquí. Y claro, pues estoy tan feliz. Dice, claro, viene uno de, por ejemplo, uno que no ha estado aquí, a uno me dice, ah, yo aquí no aguantaría todo el año, no me hallaría todo el año aquí, me aburriría. やってみなきゃわかんない。ウスタロスに秋の終わりが近づいている。人々は冬の準備に忙しい。冬に備えて人々は薪を割る。一冬分の薪は各家積み上げた高さ6メートル、幅6メートル、奥行き6メートルと決められている。そこまでなら無料。自然の恵みはみんなのものというこの精神はここにも生きている。Pégale el negro por un lado. Mira. Lo ves aquí. Acá, más casi, aquí.秋の終わり、それはフェリーさん一家にとっては別れの季節でもある。兄のフロレンシオが羊戦闘を追って200キロ南の村に移動する。厳しい冬のピレネーを避けるためである。帰ってくるのは7ヶ月も先。¿Dónde está Braido ahora? La Enemare. Despide. Hasta año que viene. Hasta mayo, hasta el año que viene. ¿Quieres dejar la mano? No. Sí. Maqui, ¿verdad? Hasta partir de la leña, venga. Ya está, bien. Hola. Sí, cuidado. Hasta que se me cae. Mai nen, cuidado. Mai nen, cuidado. Mai 兄のフロレンシオに同行する甥っ子をちょっと手荒く送り出す。Thank you.
一つの季節が終わろうとする。秋は瞬く間に過ぎていく。冬、ウスタロスの人々はどんな表情を私たちに見せてくれるだろうか。Con la justicia y el derecho desde ahora y por siempre.ウスタロス村の冬、それは祈りの日々である。谷合の村の朝はこの時期氷点下が続く。朝一番に働き始めるのはどこの家庭でも母親である。マリア・ヘススさん、ジャガイモ畑で働いていたペドロ・ホセの奥さんである。ご主人が起きてきた。今朝の温度はマイナス1度。子供たちが次々に起きてきて、父親と一緒の食事である。Está bueno. Traga todo, todo. Se te va a quedar ahí.バスク人の母親は働き者。手を休める時がない。Buenos días, María Jesús. Buenos días. Que te traigo la visita. A San Antonio. Sí, muy bien. Gracias. Adiós. Adiós, Nati.お客様、この土地の人がそう呼ぶのは聖人サン・アントニオ像である。サン・アントニオは
家々を回ってそれぞれの家族を守る。大家族の多いこの地方で特に信仰される守護神である。残りの子供たちも起きてきた。マリア・ヘススさんの子供は全部で6人。私の子ですからね、なんかおい、ケクリオ。ケセディセ。Buenos días。Buenos días。みんなでサン・アントニオにお祈りする。Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Ave María Purísima. Venga, tú échale de mi parte. Antes ya le he echado yo, ahora échale tú. Ah, échale una monedica.村から2キロの山のふもと、ペドロ・ホセの今日の仕事は牛の世話である。息子のエドワルドは大事な後継ぎだ。犬のウスタは冬になってますます懐いてしまった。ウスタ、ほら、ウスタ。ウスタ。エスト、アイスタ、アイスタ。あら、ベース。ペットにしては羊を追えなくなる。ペリーさんは近頃本気で怒るようになった。金槌をちょうど返したらね。あのウスターが来たんだ。そしたらその金槌でカーン。もうあのまま家出しちゃったらどうすんだ。ウスターウスター、おい、ロミオとジュリエットだな。ウスター、おい。クリスマスが近づいている。街に出ている若者たちも次々に家族のもとに帰ってくる。マリア・ヘススさんの2人の子供も帰ってきた。2人は街の学校で学んでいる。Trabaja bien en equipo, siempre. Respeta los derechos de los otros, siempre. Eso tienes que respetar, ¿eh? Cuidado con David y tu amigo Pablo. Tú sigue así de aplicadico. Y ala. Para que te echen muchas cosas a los reyes. Christmas の飾り付け、ベレン。この村でクリスマスツリーはあまり見かけない。キリスト誕生の様子を箱庭風に作ったこの飾りでクリスマスを祝う。みんなで作った飾りを囲んで家族の会話が弾む。クリスマス、それは家族が語らい一層結びつきを深める祭りでもあるようだ。クリスマスの夜、この地方には独特のサンタクロースが現れる。黒いサンタクロースである。黒いサンタクロース、オレンツェル。バスク伝統の黒いベレーをかぶり、顔に墨を塗っている。オレンツェルは大酒飲みで大食いで、たくさんご馳走してやると子供たちに素敵なプレゼントをくれるという。キリスト教到来以前からの古いバスクの習慣がここには残っている。
オレンツェロはたらふく飲む。子供たちはもうワクワクである。そういえばオレンツェロという言葉はバスク語で大きな期待という意味でもある。バスクの村のクリスマス、キコリのフリオの家に招待された。この少女はフリオの姪っ子。家に帰るとオレンツェロからのプレゼントが待っていた。家族の絆が強いバスク人、とりわけ子供を大事にする。フリオの家族に会うのは初めてである。フリオへのプレゼントは仕事をする彼の似顔絵である。ボンファンシオはたくさんの家族に囲まれて幸せそうだね。結局何人子供産んだの？5個。家族揃ってのクリスマス、特別なことではない。いつも家族は一緒に食事する、そして笑う。日々の営みがすでにして祈りなのである。山の恵みを子どもたちに分けるという年の瀬の行事、ビバ・バゴアス。子どもたちは大きな声で叫ぶ。ビバ・バゴアス、さあみんなで行こうという意味である。元気に叫ぶと果物やキャンディーが降ってくる。真剣な顔がある。なんだか文句のありそうな顔がある。この一年に結婚式を挙げた人、村に新しくやってきた人、子供たちはいつの間にか村中の大人たちの顔を覚えていく。さよなら、アディオス。ビバ・バゴアス。
子供たちの甲高い声が谷に響く。新しい年がもうそこまで近づいていた。年の瀬、ウスタロス村の家々の屋根に霜が降りた。氷のような霜である。寒さが一段と厳しさを増した。霜というのは雪と違ってまるでこうへばりつくように、ピレネにへばりつくバスクの人のようになんて、ちょっと恥ずかしいです。大晦日、12時の時報に合わせて12粒のブドウを食べる。そして来る年の幸せを願う。新年を迎えるこの村の習慣である。1989年、ピレネー山脈、新年の夜明けである。父なる山ピレネー、バスク人のふるさと。私たちがウスタロス村で暮らし始めて3ヶ月が過ぎていた。激しいざわめきがあると思えば、静かなこういう時間があって、それはそれでとてもよくって、こうやって耳を澄ますともなく聞いてると、ここでお母さんが子供なんかちょっと怒ってるような声がうちの中で、少しオーバーな言い方をすれば涙が出てくるぐらい、この町は、この村は好きなところになってきました。
Buenas tardes. Buenos días. 30 años. もう70歳です。で、退職して。Trabajar para aquí. おじさん、どういう70年の生涯だった？Pues trabajando en el monte, arando, recogiendo trigo, hierba para los animales. Seis años está soldado. Soldado seis años. Tocó la guerra. La guerra del 36.Y ahora para comer. Y trabajar poco, poco. Lo que pasa es que aquí, esto fue, los verdaderos vascones son aquí. おじさんは手を怪我したの？と？で、ラ・ゲラ。で、ゲラ。ゲラ36、スパニョラ。戦争で。戦争で怪我したの？いや、で、ラ・ゲラ36。あ、ペルディード、ま、ムニエカ。Ah. Es alemán. Claro, desde aquí. En la guerra nuestra, 36, dos bombas. Bombas, al tirar una con otra. Pero como, como... Explotar. Y luego apuntar. Luego tuvieron que apuntarlas. Estaban muy heridas.民主主義とファシズムの戦いとも言われたスペイン市民戦争は結局フランコ軍の勝利するところとなった。有名なゲルニカの爆撃をはじめ、とりわけフランコに反骨精神を見せたバスクへの攻撃は過酷を極めたと言われている。50年前に終わったあの戦い、その傷跡を持つ人々はウスタロス村にも大勢いる。新年早々、ウスタロス村に小さな事件が起こった。長い間村人の憩いの場所だったペリコの酒場が閉まる。47年前にこの店を開き、酒場の親父として村人の良き相談相手でもあった。村人たちは主人夫婦をねぎらうために集まった。ペリコもまた市民戦争の体験者である。村人たちはそのペリコのために歌った。
冬の間、霜に覆われていた大地にアマポーラが一斉に花開く。春のピレネーが見せてくれる最初の表情である。ウスタロス村に虹がかかった。春、ウスタロスの楽しみはカタツムリ取りである。カタツムリは食卓を飾る春の味だ。村では誰もがわずかな土地を耕して家庭用の野菜を作る。田中にこんなもん強制的にやらせる大家さんはいないよ。家賃はちゃんと払ってんだから。シティボーイだからこういうことには向かないんだよ。怠け者の チーズ作りも春の仕事である。羊の乳から作るチーズはかつてこの辺りの名産だった。谷の名を取ってロンカルチーズ、スペイン中に知られていた。しかし今この村で昔ながらのチーズを作るのはこのヘススマルコさんだけ。頑固そうな顔である。200頭の羊から毎日乳を絞る。絞った乳をこし、凝固剤を加え、よくかき混ぜて火にかける。煮詰めること1時間。それをまたかき混ぜるとだんだん固まってくる。さらにそれを取り出し、今度は絞り枠に入れ、空気抜きをして圧縮する。この大きさのチーズを作るのに1日3人がかりで6個しか作れない。¿Qué pasa? ¿Dónde hay que almorzar, hostia?
Queso. Dile que pase. Queso, queso. ¿Y ahí qué? ¿Queso qué? ¿Quiere comer? ¿Qué quiere ver? Si no os jodéis, venga, a pasar, pues. Ahí tienes queso. Ahí está. チーズは食べ頃になるまでおよそ2ヶ月ここで寝かせる。Estos son los más tiernos, los estos los secos, los que están para vender estos. まあ、あの、esos, esos están sin hacer aún, sin curar. で、Sが選んで一番食べ頃だっていうのはどれだ。Este está más seco. Este lo coméis en una hora. En una hasta. Ese es muy pequeño. Uno 220 pesa. 1 kilo 2500 yen. この大きさでおよそ3000円. Uno 220. Voy a cerrar la puerta ahora.Aquí. Un momento, mi casa. Mané. Ah, ah, sí, sí, sí. No, ya te digo, te rompo el cuello. No lo sabes. Tengo ahí la escopeta y le pego un tiro a mi padre. Ay, 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 ay. Gracias. Bueno, hala. Adiós. 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 Bueno, hala.Queso. Queso. Queso. Sí, ¿qué? Invitas para ti. Ah, que me invitas a queso. Invitas más para ti. Mmm, ya. ¿Sí? Ah, sí, muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Ah, ya. Además, bueno, ¿eh? Bueno. De Roncal, bueno. 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 Sí, sí. Jesús. Jesús. Jesús, ¿de Jesús es? Ah. Bueno, bueno. Ah.¿Para mí? Sí. Pues muchas gracias. Voy a probarlo, voy a probarlo. ¿De Jesús de Abelito, sí? ¿Mm? ¿Está bonito? Sí. ¿Cómo te necesita? Bueno, bueno. Bueno. 人間はちょっと変わってるけど、チーズは…Un poco extraño, pero hace cosas buenas, ¿verdad? Es verdad, sí. Un poco extraño, pero hace cosas buenas. Sí, sí. Tienes razón. Lo conoces muy bien. Muy bien lo conoces. Sí, sí, sí. Muy bien lo conoces, sí.鐘が春を告げる。チーズ屋ヘススマルコの春、今日は長男の結婚式である。ヘススマルコは7人の子供を育ててきた。医者になり遠い町へ行ってた長男が花嫁を連れて帰ってきた。Al Señor. Oh Dios Padre nuestro, escucha estas oraciones que con humildad y confianza te hemos dirigido por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan.
村の人々は一つの喜びでつながっている。人と人とがつながり合った存在だということを、この村の人たちは厳しい自然の中から学んできた。フロレンシオが帰ってきた。7ヶ月ぶりにウスタロスに向かっている。石ころだらけの道、長く続く道、一歩一歩進むほかはない。15世紀以来ここは羊の通る道、ナバラの政府によって決められた。山あり谷あり、さながら巡礼の道のようでもある。今は車が通るこの道も、もともとは羊の道である。42年間この200キロの道のりを毎年1回往復する。羊飼い一筋、フロレンシオの生き方でもある。¡Se muere de la vida!
7ヶ月離れ離れだった兄弟がまた一緒に暮らせる。それが嬉しい。おとなしいビクトリアまではしゃいでいる。フロレンシオが自分の席に座った。フェリーはもう話し詰め。食事の間も次から次、半年間の村のことなど話す。この日のためにビクトリアが料理の腕を振るった。うちの中がようやく温かくなった。ウスタロスの春、人々はさまざまなドラマをその季節に刻んだ。移りゆく季節を見続けること、それは同時に生きることの喜び悲しみに気づくことに他ならない。やっぱり春夏秋冬っていうのは色濃いところに住んでるっていうのは幸せで、秋や冬にあの見たあのお墓が今公園みたいに見えるから不思議だね。辰巳先生がよくあの色紙なんかあの頼まれると好んで野の花って先生は書いたんですけど、ちょうど地球の裏側で今ベッドの中で辰巳先生は何を考えてるだろうか。辰巳先生はついについにどこへも行かないで写真謎を見ながら、ああこういうとこ行ってみたいなあっちのこと言うて、ウスタロスなんか連れてきたらきっとわしはここへ住み着くっちのことを言うかもしれん。夏到来。
ウスタロスの短く暑い夏、村人たちは牧草狩りに忙しい。夏のうちに一冬分の牧草を確保しなければならない。男たちは黙々と狩り続ける。羊飼いたちにとっては毛刈りのシーズンでもある。交代で自分の羊を村の羊小屋に連れていく。今日はフロレンシオの番である。はい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 。¿Qué las hierbas, eh? Ah, ¿sana? ¡Sas! Ah. Y tira, corea. Ah. Ahí está. Ahí está. Esa, llévatela a Japón. Y me agarra poco yo que ni corea que hoy que salga. Me gusta cazando moscas. Era. Cazando moscas. あ、頑張れよ、これからな。うん、やるって。バカにしてんな。まあ、うっさ、ほら、ほら、うっさ、うっさ、ほら、ほら、ほら、うっさ、ほら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 、はいはいはい、はい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 。独立独歩だよ。自分で生計を立てないとダメだお前。ウスター。ウスター。ウッサー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 ああ。サイド。なら、サイド。
毛刈りが始まった。四本の足をバインダーで押さえ、バリカンで刈る。本職の手にかかると、一頭わずか三分で丸裸になってしまう。毛刈りの日は村人たちが互いに仕事を都合して手伝う。それでも千頭の羊となると丸3日はかかる。楽な仕事はない。夏の労働は思ったよりも厳しい。だが不満は言わない。彼らの生き様は始めたら続けようというバスクの古いことわざそのもののようだ。やっぱりこの自然とのあの仕事っていうのは大変だ。Y casi siempre es pues pues un hombre el que se queda. La chica normalmente se va. Ya porque en el pueblo pues se tiene pues ganado o vacas o ovejas o trabajas así en el monte. Y entonces normalmente se queda el mayor normalmente.都会ではこう見られないようなとってもこういうピレネーにこうへばりつくようにしていいとこだなと思って、ここならずっと暮らせるなって思ったんだね。でもいや、ここで生きていくのは大変だなと思ったね。Sí, sí, porque hace mucho el clima. En invierno hace mucho frío y nevar y llover y tiempo bueno pues hace muy poco. Quitando tres o cuatro meses, el resto del tiempo está lloviendo o está nevando. Como he nacido aquí, pues me gusta Otaroz.フリオと一緒にパンプローナに出かけた。ウスタロス村からバスで2時間。パンプローナはバスク地方の中心の町、かつてのナバラ王国の首都である。今日からバスク最大の祭りサンフェルミン祭が始まる。
祭りが始まった。バスク人たちは一気に爆発する。7月6日正午、花火の合図とともに祭りは始まった。スペイン三大祭りの一つといわれるサンフェルミン祭、バスク人の祭りである。この祭りは1週間続く。人々は酒を飲み、踊り、歌い、爆発する。バスクの人々はこの1週間のために残りの1年を過ごす。山の民バスク人の腕自慢の競技会も開かれる。Están puestos así. Se ven los cortes, se ven los cortes. De aquí no se ven los cortes. De allá se ven cómo van cortando. Con blancas y aquí se queda. バスクの男は力持ち。この石一つで200キロ。サンフェルミン祭のハイライトは牛追いである。大群衆の中に闘牛用の牛が放たれ、闘牛場へとなだれ込んでいく。死者も出る極めて危険な祭りだ。それでも男たちはひたすら走る。生まれの聖人である。祭りはこの聖人を偲んで始まった。荒々しい情熱と敬虔な信仰がここでは不思議に混じり合う。雨の中でも夜になっても騒ぎは一向に収まる様子がない。
来るよ。Todo esto, no, 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 Borracho de San Fermín, el borracho. Borracho que sí. おて、おて、バカ。おて、バカ。おて、なんだ。おて、バカ、足。ありがとう、ありがとう。昨日、メガネかけてた。ガファ。ガファ。し。ああ、ガファ。初めて見た。で、cerca? ああ、すいすいすい。で、lejos? No, で、cerca。ああ、はあ、はあ。俺もそうだ。Tú también?¿Y para lejos? También, también. Pues yo para lejos no, para cerca. Sí. Dan, dan, suerte, tosito te cunda, ¿eh? Claro, es verdad, eso sí. ウスタロス村から20キロのサンマルチン峠、ここで国境を挟んだフランスバスクとの伝統的なそして重要な儀式が行われる。この峠にフランスからそしてスペインから年に一度バスク人たちが集まってくる。ウスタロス村の人々もやってきた。ルイスやペリコも毎年この儀式に参加する。かつてフランス側バスクバルトン谷の人々とスペインロンカル谷の人々が牛の放牧地をめぐって争った。しかし国は違ってもバスクはバスク、フランス側から牛を3頭献上することで争いは収まった。バスクは一つ、300年後の今もその思いを忘れないようにとこの儀式は絶えることなく続けられている。
Pues no me levanto la cabeza y en paz. Sí, seguro. Pintor que pinta su iglesia. この村に入って1年が過ぎようとしている。ピレネーの谷合の村、ウスタロスで過ごした1年。めくるめく季節の中で、さまざまな人に出会った。この村で生まれ、この村で生きてきた心優しい人々。山の民は、親代々の暮らしを守っていた。自然の恵みはみんなのもの。分かち合い、共に生きる。バスクの人の心はピレネーのように厳かだった。秋に住んで、冬、春、いつ見ても見飽きない家並みです。この一軒一軒に住んでいる人々の暮らしぶりはとてもつつましやかです。でもなんだか胸を張って誇りを持って生きているように思いました。質実剛健っていうのかな。たかだか1年暮らしただけで一つの民族を語るなんていうことはとてもおこがましいことです。でもたった一つだけ言えます。とっても頑固です。でも頑固さの中にふと見せる優しさ、それはもうたまらないです。世の中は目まぐるしくどん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 変わっていきます。でも10年後に来ても20年後に来てもこの人たちは悠々と今の暮らしぶりからあまり変わらないんじゃないでしょうか。もし
人それぞれに心のふるさとっていうものがあるとすれば、僕は52歳にしてこの北スペインの小さな谷合いのウスタロスにそれを見つけたような気がします。本当に本当に楽しく過ごさせていただきました。ありがとうウスタロス、ありがとうウスタロスの人々。どういたしまして。ありがとうございます。さあ、うさ帰んな。また来てね。よ、元気で。ありがとうございます。ありがとうございます。さよなら。さよなら。Adiós, Ken. Adiós a todos. Adiós. Usta. Ven aquí. Adiós. Ven aquí. Ven aquí. Nada. Ven aquí. Ven aquí. Sube. Ven aquí. Nada. Adiós. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Ven aquí. Ven aquí, Usta. Ven aquí. Usta, ven aquí. Usta, no. No, no. No, no. Ven aquí. No, Usta. No.